ステディーステミレイツゆきすけみおが今日は緑の2人です最年少と最年長本当だそうすごいレッソースのたこ焼きの色々、ね、組み合わせだと思うんですがいつもドッキリに巻き込まれがちな2人なんですよねそうなんですよちょっとみおも誘って今日やっていくドッキリは2人で喧嘩しよう殴り合いの喧嘩しよう私が撮影終わりにみおんをいじるというか、はい、怒ってでおいおいそれからなんでそんなこと言うんですかみたいな感じで言い合いになってそこからどんどんヒートアップして殴り合いの喧嘩まで持っていきたいと思います、はい、でみんながねどんな反応するのか、うん、すごい楽しみになったんだけど多分普段ね、うん、そんなイメージがないかなって思うから、うん、どんな反応をしていくのか見ていきたいと思います喧嘩の経験がなさすぎてすごい仕掛けるのにドキドキしてるんですけど、うん、ねえねと年が離れてて喧嘩を仕掛けても終わっちゃうんですよ、うん、だからちょっと喧嘩の憧れも抱いてて、うん、楽しみですなるほどでもさ今さめっちゃ敬語やん大丈夫そうなんでそんなこと言うんですかみたいな感じ、うん、でもまあありっちゃありだけどヒートアップしていくにつれて敬語のなくしていくことできる大丈夫そうはいえどうしよう本気でやろうよ本気で本気でやろうよ行きます本気でえなんだよって感じですか大丈夫かなちょっとすごい心配かもしれない頑張ります、うん、ガチな感じで、はい、笑っちゃダメだよはい笑んだダメだよ笑んだダメだよオッケーですはいじゃあちょっとミオンに期待しつつやっていきたいと思いますはいレッツゴー、ゴーはいじゃあ今日の動画がいいと思ったら高評価とコメントそしてチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた明日の動画でお会いしましょうバイ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 はいはいおっすお疲れ様だっといい終わりだね気になってたんだけどさなんで今日緑なのなんか確かにめっちゃ緑原色結構着がちな結構性格でよくさ私結構緑さ着るっていうの知ってるやんなんでこんなさ原色緑なんすいませんなんかすいませんっていうのもなんかちょっと嫌で私は。怒ってないけどなんか私より今日緑なのかちょっと私のカラーじゃなんかなんで今日オレンジじゃんみたいな。でもぶっちゃけ私の方が緑似合ってると思うんですけど。皆さんメンバーカラーとか置いといて正直どう思いますか。ちょっとどう思いますか。似合うタイプですよ別にえ、なんかメンバーカラーとかあるのは全然分かってるんですけど正直なところ私のが似合ってません緑えっそれなのにああまあどうしたんどうしたんギスギスやん今日なんでなんか謝り方とかもさなんかあすいませんみたいなさ誠意があんまり感じられないっていうか反省してる気持ちはあって、うん、でも口から出ちゃう言葉がなんかすいませんなんですけど、うん、でしたらあの謝りの例を見せてください謝りの例敬語さやめろって言ってるけどさ直しそうとしてる感が全然伝わってこないしさ直す気はあるあるあるかいでも実際全然直ってないじゃんなんかやる気あんのかなってじゃ次はちゃんとタメ口に切り替えるっていう誠意を見てもらえるように頑張るので次からは頑張るので見てね頑張るので見てねえなんかその喋り方もさバカにしてるバカにしてるよね私のことしてまないいやほらバカにしてるじゃんめっちゃそういうところマジでムカつくよ笑うんや私さこれマジでかわいいめっちゃ笑うやん私真面目に話してんのなんで笑ってんのなんで笑ってんのそういうとこマジで笑ってんのそれまでそれまでよし、一回こうしよう。
てか、なんでそんなでかくなってるの？そんなこと、そんな話でかくしちゃうけど。めっちゃ出るな。お前なんか出たぞ。わかんないわ。違うが出てきた。でも結構真面目に聞いてます。まあ毎回したいの話。そうね。やっぱり何がそんなにすごいイライラしとるな今多分、まあ、いや怒ってはない、うん、怒ってはないけど、うん、怒ってないのに手出しちゃダメだよてか笑って笑うなってそれはダメだあ、それでも笑うそれでもさ、青いんだなってやっちゃっていや、今分かる分かる気持ちは分かる気持ちは分かる生きてんの気持ちは分かる真面目に言ってんのにそうやね、そうやねそれは、それはなんかねほら、笑ってさ、全然聞いてくれないこう見えて聞いてます思ってること言っちゃうか今日はもうじゃそうだよ、ね、ここまで空気悪いんだしさそれでこんなちょっとちょっと今後一緒にやるの結構厳しいかもしれないいや別にゆきっぺいらなくないですかあなんか別に言う方がいらないかなって思うんだけどいやいやいやそういう話違いはちょっとマックスでやばいくないえマジでなんか今後一緒にやるの結構無理かもじゃあお前がやめろよどうしたの、うん、はなんで私がやめないといけないのえじゃあ一緒にミオンとできないならじゃあお前がやめればいいじゃんえ待って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 待なんで私が見るのが嫌って思ったら私がやらないといけないじゃあ逆にユキッペが中心なの中心とかないよ話じゃないやん早くお前がやめろよどうしたなんでなんでミオンがやめるからかな今ミオンムカついてるからいや私だってムカついてるよずっとさ私真面目にさ喋ってるのにさずっと笑ったりしてさなんかお前とか言われるしやめてほしい。やめて。どうしたの？喧嘩やめろ。今日は帰るからもう。公園は話終わりでしょ。じゃあ撮影なしです。本当にそう。じゃあお前が帰れよ。なんで私が帰んないといけない？うるさい。うるさいしか言えない。え早く帰って。えだからなんで帰らないといけないの？今日はもう開き。今日はでもないない。いやいやでもここで終わりにしたら終わらないから。もう、どうしようもないな。いや、お前が帰ってなんで私が帰んないといけないうるさいはどうしたどうしたマジで、マジでうざいんだけど。マジでうざい。いや、なんでこんなこと言われないといけないえもう、ちょっと早く帰ってほしいです。帰って。どっちも帰り。みんなで帰ろう。いや、でも今日もまた帰らんし。もう、今日帰るさ。マジで休んでもいい。マジでうざい。いや、もう帰って、来ないでください。来ないで。帰って。帰らなければよくないいや、ずっと寝てられないんですよ。どういうこと？それはどういうこと？どういうことなの？ずっと寝てられない。帰って、もう来ないで。大丈夫？それ以上、今、普通にさ、オレンジ持ってきますよ。オレンジじゃないよ、わかんない。オレンジじゃない日だってあるもう、いいよ。なんで言い返してくれ？別にそれで、もういいか。やめなきゃもういいからいいよとか言い返すとかもう無理やろこれはもう無理やろだからもう帰って来ないでもうダメだよダメだよこれはもうダメだよそれでいい俺でいいじゃないいや壊れた本当にやばいよ壊れたってどうしたまたさなんか結論出てないしさマジでさどうしてほしいうん。いなくなってほしい。なんかこう色とか被ったりしてほしくないし、なんか敬語とかも使うなって言ってるのになんか全然解決する。頑張って何が？うん。もうじゃあこれでいいよ。これで頑張ろう。なのにずっと怒っててさ、帰るのお前じゃん。お前とか言わないよ。めんどくさいだからさ。なんかそうやって言い返すところが本当に無理。本当に無理。だって口があるから出ちゃう。うざいんだけど、そういうの本当に無理なの大人がね、やだよイキペ大人がだから、うち疲れちゃったもういいややるだけやってくれ言いたいことあるなら、もうこの際言ってくれえ、もう緑着てこないでてか、来ないで、ここにおっと来ないの来ないのお前でいいじゃん天然ぶっててさ、そのキャラもめっちゃムカつくんだけどなんか、日本語喋れよっていつも思ってる苦手
だって人は苦手っていうものあるじゃん。日本語喋るの苦手なの。うん。すっごいムカつく。始まったばっかじゃん、まだ。か本当に一生、なんか一緒にいたくない。いや、私までね、なぜ色だけでそんな膨らんでるの。ちょっと、なんかそんな怒る内容でもないじゃん。うん。色が被っただけでそんな切れる。本当に、なんかムカつくを通り越してうざい。私もマジで。どうしたん？え、触んな！触んな！もうやめてください。ダメだって。何して何して、どうしたどうしたどうした、どうした？暴力普段振るタイプじゃないじゃん。何言ってんの？私はもうやるかも。触んない、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 はい、一回今日帰ろうか。もう帰ろう、本当に、はい、今日はまあどっちもちも撮影できんよ、うん、帰ろうよ、今日終わり、終わり、落ち着いて、落ち着いて、離れない、離れないね、離れないよ、離れないこれ何、これ俺もやってんの、僕のこれ離れない、離れないよ、離れて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 、離もうなんか煽りがする、黙らない、離せ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 、やばーと思った。うわー、ムカつく、ミオボコボコにしたい、下え、されました、されました、されました、下下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 、まあ、ということで、今日の動画が面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。疲れた、疲れた、急に締めてくるよ。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これずっとこう使う、すごいね、これ2回もこれやると思う、聞いとる、ドッキリ大成功してないやろ、もう最悪。はい、バイバイ、帰ろう、帰ろう。じゃあちょっと喧嘩サムネ撮るから、なんで、もうじゃあ何してるの、撮るから、もうちょい、ちょっと止める感じする、なくなったかなと思っちゃう、え、いいよ、入っちゃってなんかさ、そんな撮ったらちょっとわざと、やるよ、え、どうやってやられる、もっとなんか殴っかかってで、うちらは止めに入ってる感じ、あー、もうちょっと左、え、左ちゃう、もうちょっとね、後ろか、ゆきっぺ後ろ、後ろ、こっちこっちこっち、じゃあゆきっぺちょっとそれ、それ脱ごう、上、じゃあ直前まで立ちます、あー、うちは止めに入ってるよ、こういうとこ、うん、止め入って、オッケー、待って、キララがね、見えてないの、あ、そうか、え、監督、どうしたらいいですか、右と左、手も見えてない、 あ、上でなんかやったら、あ、私、特見えだから、死ぬこと、うん、左手で胸ぐら掴んで、殴る感じ、うん、で、顔よ、まあ、一応、あんたも胸ぐら掴んだ、こ、こう、こ服、こうも引っ掛けるみたいな、初めてやってる、こうやって、あ、そう、あ、こっち、そこがひねんな、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 ギュって、はい、あ、そう、あ、いいんじゃない、いいかな、で、手だけでもいいよ、入って、キララとか、ゴミちゃん、うん
それはピースやん。それ普通に人を楽しそう、人の修羅場を楽しんでる人、止めてもいない。じゃあなんかちょっと止める感じの手で、もう顔はね、あんま入ってないから。あ、顔入ってない。いや、だ、アンドは入ってる。アンドは入ってる。そうね、そんな感じでいいか。とりあえずゴミちゃんとキララで手やって、これでいいか。いい感じ。ちょっとキララストップ。はい、でいいか。いくよ、ストップ。実際に殴ってみて。おお、すごい、初めて殴られてるよ。あー、よだれつまった。すごいすごいすごい。まあまあまあいいか。まあボツで。